じゃないの。違うっての。もういいかな。というわけで。一緒に帰らない？え？てかそういうこと言ってる場合じゃなくて、昨日の今日で学校来て帰りにまた倒れたりしたら大変でしょ。半分は私のせいだと思ってるからそれぐらいさせてよ。だからほら行こう。無事到着。大丈夫そうでよかった。じゃあ私先に行ってるね。朝言った通り4階まで来て。もう理事長も来てると思うから。体の方は大丈夫そうで何よりだ。安心したよ。退院早々ここへ呼んだのは他でもない。君に話さなきゃいけないことがあってね。ま、かけて。あ、そうそう、前に名前だけは言ったと思うけど、彼が真田君だ。よろしくな。さて、いきなりであれなんだけど、実は1日は24時間じゃないなんて言ったら君は信じるかい？まあそうだろうな。しかし君はもう実際にそれを体験してるんだ。初めてここに来た夜のことを覚えてるか？あの日君はいろいろと不思議な体験をしたはずだ。消える街明かり、止まってしまう機械、道に立ち並ぶ棺のようなオブジェ、うすうすは感じたんじゃないか。自分が普通と違う時間をくぐったこと。あれは影時間。一日と一日の狭間にある隠された時間だ。影時間は毎晩必ず深夜0時にやってくるんだ。今夜、そしてこの先もね。普通のやつは感じられないってだけだ。みんな棺桶に入ってお休みだからな。けど影時間の一番面白いところは見た目なんかじゃない。お前も見たろ、怪物を。俺たちはシャドウと呼んでる。シャドウは影時間にだけ現れて、そこに生身でいるものを襲う。だから俺たちでシャドウを倒す。どうだ、面白いと思わないか。明彦、どうしてお前はいつも痛い目を見たばかりだろう。まあいいじゃないか、ちゃんと戦ってくれてるわけだし。
結論を言おう。我々は特別課外活動部、表向きは部活ってことになってるけど、実際はシャドウを倒すための選ばれた集団なんだ。部長は霧城満君、僕は顧問をしてる。シャドウは精神を食らう、襲われればたちまち生きた屍だ。無気力症、君も聞いたことがあるだろう。我々はあれを影人間と呼んでいる。このところ騒がれてる事件もほとんどが奴らの仕業だろう。実はごく稀にだけど、影時間に自然に適応できる人間がいてね、そういう人間はシャドウと戦える力を覚醒できる可能性がある。それがペルソナ。あの時君が使ってみせた力さ、シャドウはペルソナ使いにしか倒せない。つまり奴らと戦えるのは君たちだけなんだ。飲み込みが早くて助かるよ。要するに君に仲間になってほしいんだ。君専用の召喚機も用意してある。君の力を貸してほしい。そんなに深刻に考えることないだろう。ちょっと付き合いよ。私からもぜひお願いしたい。じゃ、先輩らに詰め寄られたら彼だって困るんじゃ。そりゃ仲間になってくれるなら、その心強いですけど。そうか、助かるよ。わからないことは何でも聞いてくれ。いやー感謝するよ、本当に。ああそうそう、君の寮の割り当てだけどね、このまま今の部屋に住んでもらうことにしよう。偶然伸び伸びになってたけど、こりゃ怪我の巧妙だね。偶然伸び伸びってあれは調子いいというか。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝愚者のペルソナを生み出せした木、我らさらなる力の祝福を与え。というわけで今日の話は以上だ。今後の活動についてはおいおい説明させてもらうよ。君たちもこんな週末の夜に集まってもらって申し訳なかったね。明日は日曜日だし、ゆっくりして。ではこれにて解散で。あれ、分かりにくかったかな。ほら日曜日はサンデーだろ。サンデー、解散デー。元気かい？僕はいつだって君のそばにいるよ。もうすぐ終わりが来る、なんとなく思い出したんだ。だから君に伝えなきゃと思って。全ての終わりだよって言っても、実は僕もはっきりとは分かんないんだけどね。それよりとうとう力を手に入れたみたいだね。それもちょっと変わった力みたいだ。何にでも変われるけど何にも属さない力、それはやがて切り札にもなる力だ。君の在り方次第でね。初めて会った時のこと覚えてる？交わした約束はちゃんと果たしてもらうよ。僕はいつでも君を見てる、たとえ君が僕を忘れててもね。じゃあまた会おう。
の？いるなら下まで来て。真田先輩が呼んでるから。呼んできましたけど、どうしたんですか？わざわざすまない。紹介したいやつがいるんだ。おい、まだか？ちょっと待って。もう、純平？なんであんたがここに？紹介ってまさか。2年 F 組の伊織純平だ。今日からここに住む。どうもっす。今日から住むって、嘘！何かの間違いでしょ。この前の晩偶然見かけたんだ。目覚めてまだ間もないようだが、こいつにも間違いなく適性がある。事情は大体話してあるが、俺たちに力を貸すそうだ。適性があるって、それ本当なの？俺、夜中に棺桶だらけのコンビニでマジベソ書いてたらしくてさ。つか、正直あんま覚えてないんだけど、見られてたみたいで恥ずかしい。でもまあ、なんつうか、最初のうちは仕方ないんだと。記憶の混乱とかありがちらしいんだよね。君たち、そういうの知ってた？また強がっちゃって。まあこれ、ペルソナ使いの常識だから。けどさ、正直驚いたぜ。お前らもそうだって聞かされた時はさ。まあでも、知ってる顔いてほっとしたっつか。さすがに一人じゃ不安じゃん。お前らもさ、俺っちが仲間になって本当んとこ嬉しいだろ。え、まあね。そういうわけだ。よろしく頼んだぞ。だいぶ戦力が整ってきたな。これで始められそうだ。お、早速何か始まるんすか？いやー、ワクワクするっす。これだけ頭数が揃えば、あの場所に挑める。あの場所ってタルタロスですよね？タル…なんすかそれ。影時間の謎を解く鍵がある場所だ、おそらくな。謎を解く鍵か。明日の夜、理事長から詳しい説明がある。そのつもりで準備しておいてくれ。ちょっといいかな。今晩4階の例の部屋に集合してくれ。伝えたいことがある。お、早速あれのことっすね。詳しい説明はその時にな。じゃあ伝えたぞ。ほんと用件だけ言って去ってったな。私たちと違って忙しいんでしょ。生徒会とかそういうのでさ。え、あれ、ユカリッチってキリジョー先輩のこと嫌い？別に嫌いじゃないけど。さーて、ようやく終わったな。呼ばれたのって早速ってことだろ。早いとこ帰ろうぜ。まさかの人身事故で遅延とか。もう暗くなってるしよ。
最近こういうの多いよな。無気力症とかいうのも流行ってるし、世の中ヤバすぎだろ。みんなもうついてるってよ。俺らも急がねえと。つか俺腹減ったんすけど、この商店街便利だよな。割と食い物揃ってるし、夜もやってるし。そういや上のラーメン屋もさ、夜限定の裏メニューとかっつって、おお、分かってるって。よし、全員来たようだね。うっす、早速始めちゃいましょう。それじゃあちょっと聞いてほしい。我々の要するペルソナ使いは長い間キリジョー君と真田君の2人だけだったけれど、最近トントン拍子に仲間が増えて、今や5人にまで増えてる。そこでだ、今夜0時からいよいよタルタロスの探索を始めようと思う。昨日も聞いたんすけど、そのタルなんとかって何なんすか？タルタロスね。てか順平、あれマジ見たことないの？はって、見てなくても不思議はないさ。何せタルタロスは影時間の中だけに現れるからね。影時間の中だけ？シャドウと同じってことさ。面白いだろ。特別課外活動部はシャドウと戦うための集団だ。しかし影時間に現れるシャドウをただ闇雲に倒したところで根本の解決にはならない。その元を断つ、つまり我々は影時間自体を消滅させることを目指している。よくわかんねえすけど、じゃあそのタルタロスを調べりゃ影時間が消せるってこと？まだ確証はない。曖昧な答えで申し訳ないが、それを調査するのも我々の仕事だ。とにかく今は情報が欲しい。我々がそこで触れるものは全てが有力な手がかりになるだろう。だからタルタロスの探索は我々の最重要課題なんだ。シャドウは人知れずだが、確実に社会に影響を及ぼし始めてる。世界の命運は君たちペルソナ使いにかかっていると言っても大げさじゃない。責任重大っすね。やっぱ正義のヒーローは負けらんねえ。それに俺たちのスキルアップにもうってつけの場所だ。あそこは言ってみればシャドウの巣だからな。おシャドウの巣っすか。っていうか先輩、その体で行くんですか？秋彦は怪我が治ってない。同行はしてもらうが探索は無理だ。分かってるぞ。先輩の分は俺がバッチリカバーしますって。なんか不安だな。理事長はどうされますか？僕はここに残る。どうせほらペルソナは出せないしさ。は？ここ？どういうことすか？ここって学校じゃ。見てればわかる。ほら零時になるぞ。
これがタルタロス。影時間の中だけに現れる迷宮だ。迷宮って何なんだよそれ。俺らの学校どこ行っちまったんだよ。影時間が明ければまた元の地形に戻る。こんなでかい塔が丸ごとシャドウの巣って、てかおかしいっしょ。なんだってうちの学校のとこだけこんな。先輩たちにもわからないんすか。ああ、きっといろいろあるんでしょ事情が。わからなきゃ調べればいい。ここを本格的に探索するのは俺やミズリにとっても今夜が初めてだ。ワクワクするだろ。どう見たってここには絶対何かある。影時間の謎を解く鍵になるものがな。秋彦、意気込むのは勝手だが探索はさせないぞ。うるさいな、何度も言うな。中もすげえな。でもやっぱ気味悪い。ここはまだエントランスだ。迷宮は階段の上の入り口を抜けてからさ。まずは慣れてもらう。今日の探索はお前たち3人だけで行け。え、新人だけでですか。深入りさせるつもりはない。それに必要な情報は私がここから通信でナビゲートする。それとな、現場でのチーム行動を仕切るリーダーを決めておこうと思う。リーダー？それつまり探検隊の隊長？はいはいはい、俺俺。お前がやれ。なんですか？こいつ隊長っぽくないっしょ？あのね、彼はもう実戦経験者なの。マジ？確かにそれもあるが、選んだ理由はもっと簡単だ純平。それに竹葉もだが、ペルソナの召喚あいつのようにちゃんとできるか。もちろんす。バッチリ決めますって。私も大丈夫です。相手はシャドウだ。できなきゃ話にならないぞ。はい、分かってます。よし、行ってこい。準備はいいか、リーダー。頼もしいな。どうしたの？しておりました。いよいよその力使いこなす時が訪れたようですな。今から挑まんとする塔は果たしてなぜ生まれ、何のために存在しているのか。残念ながら現在のあなたではまだ答えを導くことはおできにならぬでしょう。だからこそ進まれる前に知っておかれるがよろしい。ご自身の力の性質というものをね。あなたの力は他者とは異なる特別なものだ。いわば数字のゼロのようなもの。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。そして敵を倒した時あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし恐れず掴み取るのです。あなたの力はそれによって育っていく。
よくよく心しておかれるがよいでしょう。さて、いよいよ私も忙しくなりますな。次からはご自分の意思で扉を開けてここへ来られるといい。その時こそ私の本当の役割、あなたへの手助けについてお話ししましょう。では再びまみえる時までごきげんよう。ちょっと大丈夫？どうしちゃったわけ？ぼーっとしちゃってさ。まさか寝てたとか？お前はあれか、国会で居眠りする大物政治家か？リーダーなんだからさ、頼むぜマジ。なんでもないならいいの。とにかく行こう。リーダよし。いよいよこっから本番か。なんかすぐ迷いそう。三人とも聞こえるか？あ、先輩？ここからは私が声でバックアップする。覚えておいてくれ。え？中の様子がわかるんすか？私のペルソナの特性でな。実はこのタルトロスは中の構造が日によって変わってしまう。私もそちらへ加わりたいところだが、外からのサポートが欠かせないんだ。うわ、ますます迷いそう。ところで、今君らのいる場所はすでにいつ敵が出てもおかしくない。敵のレベルは低いはずだが、注意して進めよ。習うより慣れろだ。うっす。了解です。たく、なんか勝手だな。では行動開始だ。フロアをうろつく敵シャドウを片付けてくれ。できる限りサポートはする。多くを学んできてほしい。
前方にシャドウがいるな。竹葉とイオリにとって初めての実戦だ。慎重に行け。よし、まずは敵シャドウに攻撃する方法を教えよう。こちらが敵に攻撃する手段は2つだ。1つは君たちが持つ武器を使った方法、2つ目はペルソナの力を使った方法だ。ただペルソナごとに得て増えてもある。ペルソナの特性を知るためにも早速召喚してみてくれ。ここは来い。よし、やってやろうじゃんよ。見てろよ、これが俺の。よっしゃー、どうよ俺のペルソナの力。はいはい、すごいすごい。よりよくやった。初めての実戦としては上出来だ。竹馬、君も問題なくやれるはずだ。気負わず力を発揮してくれ。わかりました。よし、慣れてもらおう。戦闘開始だ。各自注意を怠るなよ。よし、次は敵を倒す有効な手段を試してみよう。多くの敵には耐性の低い属性、弱点がある。弱点をつけば効果的にダメージが与えられる。それだけではなく、敵をダウンさせることも可能だ。相手がダウンした隙をつけばさらに攻撃を仕掛けられるだろう。よし、弱点っすね。ここも俺が。待って、ここは私がやる。額に当てて引き金を引くだけ。私だってペルソナ。おお、ユカリッチもやりますな。その調子だ、竹葉。次は君も試してみてくれ。ペルソナ。見事だ、うまく敵の弱点をつけたな。そのまま残りの敵を倒してくれ。できた、私にも。見事だ竹葉、期待通りの活躍だった。うんうん、思わず見とれちゃったぜ。調子いいんだから。よし、これで全員がペルソナを扱えるようになったな。リーダー、仲間の個性を意識しながら敵と戦うように指揮してくれ。まだ敵の反応は残っているな。探索を続けよう。Thank you.
れ、なんか箱みたいなのが見えるんですけど。ああ、タルタロス内にはこういった箱が点在しているようだ。戦闘に役立つものも入っている。積極的に確認して活用するといい。おお、つまりは宝箱ってことっすね。よし、そういうことなら早速開けてみようぜ。有益なものが入っていたようだな。使い道は君に任せよう。ないようだ。ちょうどいい。そのまま背後から仕掛けてくれ。うっかり敵の前に出るんじゃないぞ。戦法についてだ。まずは敵一体の弱点をついてくれ。ちなみに敵の弱点などの情報はこちらで記録している。忘れた場合は私に指示してくれ。すぐに伝えよう。総攻撃？ああ、敵全体がダウンした隙をついて味方全員で一斉攻撃を仕掛けるんだ。当然敵はこれを避けることはできない。最も確実な攻撃手段と言えるだろう。おお、なんかかっこいいっすね。早速やってみようぜ。シャドウ、俺らの華麗な総攻撃。チャンスって思ったら体が勝手に動いちゃった。見事なチームワークだ。即席のパーティーとは思えないな。戦いは流れをつかむことが重要だ。今のように連携を大事にしてくれ。では学んだことを生かしながら探索を続けよう。前方、さらにシャドウだな。先ほどの経験を生かしてくれ。敵に発見されないように立ち回るんだ。ちょ、基本は一通り伝えたが、一番大切なのは現場の判断だ。サポートは引き続き行うが、ここからは君たちの好きに戦ってみてくれ。
なたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。やはり君には特別な能力があるようだな。はあ、来い。今だ、一気に畳みかけるぞ。行くぞ。やったな。あの、さっきのあれって。ああ、どうやら彼には複数のペルソナを扱う力があるようだ。先日の件で予想はしていたが、これで確実になったな。よし、発見。待って、今は機関装置を探すんでしょ。竹場の言う通りだ。今日は無事に帰ることを優先してくれ。あれ、あの宝箱、さっきのと少し違いますね。その箱は特殊な方法で施錠されたものだ。箱自身の仕掛けで解錠できるんだが、影時間で作動させるにはあれがな。お前、何それ。もしや。よし、全員戻ったな。どうだった？そうか、自信を持てたならそれが一番の収穫だ。すっげえ、自分の力っての初めて実感したぜ。でも、なんでだ？なんか妙に体がしんどいんすけど。単なるはしゃぎすぎじゃないの？んなこと言って、ユカリッチだってもろバテ気味じゃんか。バテるってか、なんか息苦しいよな。何これ。それは影時間のせいだ。平時よりずっと早く体力を消耗するからな。心配ない、じき慣れる。しかし想像してたよりもいけそうじゃないか。
明彦もうかうかしていられないな。抜かせ。よし。やるな。なあ。紹介があります。生徒会代表、生徒会長、3年 D 組、霧城満さん。はい。やっぱ先輩に決まったんだ。ま、あの人の人気すごいもんね。なんつっても霧城だもんな。オーラ出てるっつか、近寄りがたいっつか。しかも霧城グループってこの学校の母体なんだろう。生徒会長という大役を拝命するにあたり、私の初心をお話ししておきます。学園がよりよくあるために、一人一人の積極性は確かに大事です。大事なのは、それが途絶えても確実に回る仕組みをいかに作っておくかです。そのために各自の中の明日への思いを確認し、今この青春の時をどう過ごすのか、現実から逃げることなく、いかにして未来を直視するのか、全てはそれにかかっています。私一人の視野では見えないものもたくさんあるでしょう。充実した学園生活を共にするため、皆さんの知恵と力を貸してください。よろしくお願いします。すっげえ、なんだあれ。お前意味わかった？普通の高校生が言うことじゃねえよな。あの人じゃなきゃ笑い話だぜ。はーい、始めるわよ。ならポロニアンモール寄ってかね。今のうちに買い物とか済ませた方がいいだろう。夜にはスタンバっとかなきゃだし。あそこ薬局とかあるしさ、冒険すんなら傷薬とか定番っしょ。だから当たり前だっつの。俺らがやらずに誰がやる。理事長も言ってたもんな、世界の命運は俺らにかかってるって。んじゃ、行きますか。まずは学校を脱出しようぜ、リーダー。来たわよ、真田先輩。待ってください。
お前真田さんのことをよく知らないだろ。いいなあれ。ま、俺も仲間に誘われるまでほとんど話したことなかったけどな。前線無敗のボクシング部主将、確かにかっこいいと思うけどさ、普通ボクシングってこんなキャーキャー騒がれるもんか。漫画でも見れないぜあんなの。今からどっか遊びに行くんかな。おいお前たち、これから暇か。え、あ、俺らっすか。もちろん暇っす。それってひょっとしてその子たちと。バカ、ヒーローにだって休息は必要だろ。どうした、行けるのか行けないのか。あ、全然大丈夫っす。なら今からポロニアンモールまで2人で来てくれ。場所は知ってるな。そこの交番で会おう。いいな。え、交番？真田さんのお友達と遊びに行くとかじゃないんすか。友達？この子たちのことか。いや、名前も知らない。正直うるさくてかなわん。とにかく俺は先に行くからな。必ず来いよ。ちょっと先輩、少しは相手してくださいよ。名前も知らないって一人もか。ありえねえだろう普通。とにかく行こうぜな。じゃあ黒沢さん、これいただいていきます。あとさっきの話、こいつらのことです。この人は黒沢純さん。俺たちの活動に協力してくれてる。それとこれは幾月さんからだ。おお、軍資金もらえるんすか。太っ腹っすね。手ぶらじゃ戦えないからな。ここで準備しろ。黒沢さんは仕事のコネで俺たちの装備品を揃えてくれる。もっともただにはしてくれないけどな。当たり前だ。無償の仕事ほど無責任なものはない。分かってますよ。じゃあ俺はこれで。
君たちのことは聞いてる。俺の仕事は町の治安を守ることだ。たとえそれがどんな事情であってもな。力などなくても俺にはこの町の異変はわかる。俺は俺が正しいと信じることをする。それだけだ。何か入り用なら奥で話そう。よし。そう、新しいのを調達しておいた。時間があるなら見ていくといい。間違いないか。わかった、持っていけ。間違いないか。わかった、持っていけ。どれだ。用は済んだのか。また来い。まさか交番で装備売ってるとはね。てか選ばれし俺らにご予算5000円ってちょいしょっぱくね。なあ。あ、やっべ、もうこんな時間かよ。寂しん坊将軍の再放送始まっちまうから俺先帰るわ。あー、それはだな。今日のところは任せたぜ、リーダー。あっち行ったらバシッとやるって。この辺にも店とかいろいろあるし、時間あるんだったら適当に見てけよ。じゃ、また寮でな。新商品が入ったぜ。ゆっくり見ていってくれ。もういいのか。またよろしくな。Gotta say
また来てな。いらっしゃいませ。お帰り。そうだな。今後はここをベースにタルタラスにアタックすることになる。現場での指揮は君に任せる。よろしく頼むぞ。
よし。よし、今日も任せとけって。シャドウいたよ。残念でした。よし、竹端攻撃を回避。やめろ純平、いい攻撃だ。やめろ純平、バッチリじゃん。箱の中身もらっとこうぜ。疾風で弱点がつけるぞ。力で最初。次は敵がダウン。今ならいいぞ。叫ばせたら何か決めるよ。さすがクリッチャー、やっちゃうかんね。ほらバッチリじゃん。そうだな。あ、そこから登れるね。それはだな。もっと行きますか。お、シャドウだ。腕が鳴るぜ。強烈な弱点だ。こりゃ強烈な弱点だ。はぁ、こいつ、そんな。ナイス、敵だけじゃん。ペルソナ、ナイス、いい調子。一掃する。いくよ。学校にシャドウ出たら堂々とサボれんだけどな。しょうもないこと考えてないで、ちゃんと戦いに備えなさいよ。
今なら先制できる。敵がダウン。その調子だ。ユリア。やらなきゃ。負けない。ラスト決めるよ。さあ、って覚悟しなさいよ。やっちゃうかんね。これで決まり。決まったな。ナイスお礼。ねえ、宝箱置いてあるよ。お、階段だぜ。そういえば、ナイスお礼。出たな、シャドウ。敵艦隊、戦闘取られた。やられた。よし、攻撃を回避。見事だ。バッチリじゃん。
じゃ、探索再開だね。あれ三頭。階段見っけ。気をつけろ、敵だ。そうだな。それは やはりそうか。その装置は装置同士をつないでいる、いわば転送装置のようだ。起動させればこことの行き来だけでなく装置同士の移動も可能なはずだ。この先同じものを見つけたら起動してみてくれ。今後の探索の大きな助けになるだろう。しておりました。いよいよそのペルソナ使いこなす時が訪れたようですな。私の役割、それは新たなペルソナを生み出すこと。お持ちのペルソナカードを複数掛け合わせ、一つの新たな姿へと転生させる、いわばペルソナの合体でございます。あなたのペルソナ能力には数多の可能性が秘められているよう、これほどの可能性を示されたお客様は過去にはいらっしゃいません。あなたがコミュニティをお持ちなら、ペルソナはさらに強い力を得ることでしょう。楽しみでございますな。カードを手に入れられたなら、ぜひともこちらへお持ちください。ペルソナの合体についてより詳しくお知りになりたいのでしたら、私と話をすることでヒントを差し上げることもできるでしょう。なんなりとお申し付けくださいませ。ようこそベルベットルームへ。ではお答えいたしましょう。
ご用件を伺います。合体でございますな。合体するペルソナをお選びください。少々過ぎた力かと。こちらは強いペルソナです。受けたまわりました。またのお越しをお待ちしております。
雑魚ばっかじゃねえよな。俺っちがいりゃ問題ねえけど。箱の中身もらっとこうぜ。そうだな。お疲れ。あのさ、俺ラーメン食って帰るけど、お前も行かない？別に深い意味はないけどさ、今日暇なんだよね俺。今朝の続きちょっと聞きたいしさ、ラーメン食うだけだし付き合えよ。岩戸台の商店街んとこ。わかった。ここのスープすごくね。多分スープに何か入ってるね。普通は絶対入れないようなもの。なんだろうな。ここの店名と関係あんのかな。あ、悪い。俺ここで食うとテンション上がっちゃうんだよね。え、マジ？わかるのか？この味が。お前見かけによらずなかなか見どころあるかもな。ところで、お前ってもう竹場さんと仲いいんだって？転校したてでよくやるな。ま、俺そういう積極的なやつ嫌いじゃないけどね。また帰りとかどっか行こうぜ。暇な時でいいからさ、そん時俺の計画教えてやるよ。多分驚くぜ。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝魔術師のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え、外暗くね？つかドラマ見逃した。かあ、マジかよ。まあとにかく帰るとするか。あ、その前にメアド交換しとこうぜ。携帯出せよ携帯。おかえり。